皆さんこんにちは。2016年歌手でタレントの DAIGO さんと結婚した女優の北川景子さん、睦まじき夫婦仲について伝わってくることはありますが、北川景子さんのご家族の情報はあまり聞いたことがありませんよね。特にお父様の正体と職業がすごいと話題になっています。今回は北川景子さんの華麗なる家柄や経歴についてご紹介します。北川景子さんのプロフィール。名前、北川景子。生年月日、1986年8月22日。出身地、兵庫県神戸市。身長、160センチ。血液型、O 型。地元神戸のモデル事務所にスカウトされて芸能界に入った北川景子さん。スカウトされた当初は、自分が芸能界に入るなんて信じられない、芸能界に全く興味がなかったと語っています。その後ティーン誌セブンティーンのオーディションを受けて見事に合格し、モデルデビューを果たしました。2003年テレビドラマ美少女戦士セーラームーンの日野レイ、セーラーマーズ役で女優デビューした後、2006年5月公開の間宮兄弟で映画初出演を果たし、その後、様々なドラマや映画に出演されています。北川景子さんといえば、誰もが羨むような美しい顔立ちで有名ですよね。オリコン調査の女性が選ぶなりたい顔ランキングで2010年、2013年、2014年、2015年と4度にわたって1位を獲得するなど、多くの女性から憧れられるほどの美しい女性です。北川景子さんの父親の学歴や経歴がすごい。北川景子さんはずっと父親の職業については伏せておられました。何か特別な事情でもあるのかと関係者の間でも謎に包まれていましたが、ついに父親の職業について事実が判明しました。なんと三菱重工の幹部をされているそうです。どうやら北川景子さんと DAIGO さんの結婚式の際に父親が参列者と名刺交換したことで明らかになったようです。北川さんのお父さんは三菱重工の幹部なんです。それが彼女が父親について語ろうとしない原因なのかもしれません。お父さんは現在三菱重工の貿易宇宙セグメントのナンバー2で、戦闘機や戦車を開発製造し自衛隊に納める、いわば日本の貿易産業のトップシークレットを握る立場にあるんです。いずれは同部門のトップになると見られています。こうした父親の仕事柄もあって、北川さんはお父さんについて喋りたがらないのではと言われています。また北川景子さんのおばあさまは、息子かっこ北川さんの父親はもともと口数が少なくて、稽古のことも全然話してくれないのですが、部署が変わるたびに名刺はくれます。2年前の稽古の結婚式の時にも名刺を渡されて、そこには確かに三菱重工の貿易と、あと宇宙って言葉もありました。それまでは神戸造船所の配属で、ずっと潜水艦を作る仕事をしていたんですよ。と、こう語った上で、稽古の結婚式に出られて本当に嬉しかった。白むくもドレスも綺麗でね。今、私は体が悪くて、一人で遠出はとてもできないから、もうひ孫ができても会いには行けないでしょう。でも、
恵子と大悟さんがひ孫を連れて会いに来てくれるようなことがあれば夢のようですね、と期待に胸を膨らませていました。なお北川恵子さんは三菱重工グループの空調機の CM に出演しています。これぞ究極の親孝行ですよね。父親は貿易産業のエリート街道を歩み、娘も公私ともに順調ですね。北川恵子さんの祖父は医者だった？実家が病院経営している噂とは？前途の通り、北川恵子さんの父親が三菱重工の幹部だということがわかる前は、北川恵子さんの父親の職業は医者で、実家が病院を経営しているのではないかという噂もネット上で上がっていました。この真相については、北川恵子さんの祖父が医者で、雑誌の取材時に北川恵子さんの父親が、祖父のように医者になりたかったという発言をされていたことが噂の原因です。誰かが勘違いした情報を流したみたいですね。北川恵子さんも関西の名門、大阪女子学院中学高校出身で、頭脳明晰だったそうです。才色兼備なんてとても羨ましいですね。これからもご活躍を楽しみにしています。